皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はいつものように化石の発掘成果をお届けしたかったのですが、このところ成果が伸び悩み、スランプ状態なので、少し遅くなりましたが、昨年11月に産出したアンモナイト、メソプトシアのクリーニング動画をお送りします。この化石は、昨年10月に露頭を整備した。この丸で囲った部分の周囲から出たものになります。あまりにも興奮しすぎて、掘るまでの動画を撮り忘れたので、掘られた状態の画像がこちらになります。直径は、大きいところでおよそ15センチ。一部殻が剥がれていたり、束ねで傷つけてしまった部分もありますが、おおよそ完全な形での産出です。ですが、殻が外れることで、特徴的な縫合線がきれいに見えており、これは、これでいい標本であると思います。通常なら、周囲の護岸ごと化石を取り出すのですが、発掘中に雨が降り始めてしまい、急いで掘り出した結果、おへその部分と、その外側が分離してしまいました。これによって、クリーニングと修復の手間が増えてしまいますが、致し方ありません。それでは、化石のクリーニングと修復を、ダイジェストでご覧ください。まずは、化石に残っている護岸を剥がしていきます。いきなり化石を破損。想定外の立ち上がりに動揺を隠しきれません。見なかったことにしてクリーニングを続けます。とはいえ、これ以上破損させたくないので、ひびの入っている部分に接着剤を流し込み予防線を張ります。またやっちまいました。とにかく破損は後で修復することにして、クリーニングを急ぐことにしました。一部ルーターやコンクリート針などを併用してクリーニングを進めていきます。護岸が外れました。破断した面を接着します。接着剤はくっつける面よりも少し狭く塗りましょう。目いっぱい塗ると圧着した時にはみ出してしまいます。茶色く土をかぶった部分をクリーニングしていますが、ここには殻が残っていないことがわかります。地層に侵入した地下水の酸化作用によって殻が溶かされてしまうんです。クリーニングはこれくらいにして修復作業に入っていきます。殻が剥がれて毒が失われた部分をルーターでそれっぽく修復します。
おへその部分と外周は接着面積が広いので、より強力な接着剤で接合します。石材用の2液混合エポキシ樹脂系接着剤を使用します。ちなみに、裏側のおへそ部分にはまだ母岩が残っているのですが、ここをクリーニングしてしまうと薄くなりすぎて、強度が保てないので、母岩を削ってフェイクのおへそを作りました。接着が完了したら欠損した部分を粘土で補修していきます。この状態からこう後で削って加工するので少し厚めに粘土を盛っておきます。あとはひたすら6をそれっぽく掘っていきます。そして困難になりました。裏側も同様に6を掘りました。というわけでこんな感じで完成しました。掘り出す時に大きく損傷してしまい、さらにクリーニング時にも破損させてしまい、少々手間はかかりましたが、まあまあ良い出来かなと思います。またいい化石が取れましたらご紹介したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ、他の動画も見ていってください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。お相手はゆずきゆかりでした。